こんにちは。こんにちは。あの、まあ、最近来週さ、はい、カベスが休職して新年度になって、はい、トワがセンターパートになってさ、うん、新機軸を打ち出そうと頑張ってるやん、うん、でこの前ラジオで次回の撮影までにカベスがパーマにしてくるわって言ってて、うん、約束通り散髪してたらカベスが髪型変わってるはずなんよ。確かにパーマって言ってたけどまだ決まってないみたいな感じだったから、もしかしたらもう一人センターパートになってる可能性もあるし、面白い、うん、ちょっと様子見てみようか。パーマなってたら面白いけどな。どうだ、はい、お、よう、ふい、恐れ、おお。おいとは急げ、見に来い。ああ、ええか。こういうね、ごめん、なんか普通に結構いい感じになっちゃったな。いいパーマや、いいパーマ似合ってるやん、うん、似合ってるか、うん、ええのよ。逆になんで今までしてなかったんやっていうぐらいやな。うん、確かに。なんか用ない。うん、ぴったりやな、なんか、うん、これやったんかな。なんか見たことあるわ、こいつおるよな、カタログにおる、こいつおるよな、カタログにおるやつや。あー、なんかちぐはぐになるのかなって思ったんよ。なんか俺のこことここがもう分離するのかなと思ってて、最初は全然違う、全然馴染んでる、カツ丼やん。いや、そうそうやね、すごいやん、うん、びっくりした。え、なんかどんどんかっこよなってもってるやん、来週が、うん、センターパートと、いや、いいね、パーマ、そうな、そうな、全員がマッシュやった時から、いや、そうな、全員が名前のないお母さんが切ったようなマッシュやった時からセンターパート、おお、な、ほんまにようなってきてるな。ちょっと座って、そこ4月、4月、うん、伸びてきた、言うてるやん、ずっと4月見とけよって。うん、もう俺だけか、ダサいの。一平よ、一平よ、誰一平、一平な、一平な、一平よ、似てるな、もっさりしとるわ。 I'm so bad at betting this sports lol、 は、あれ。なんか言ってる。うん、正直なところこの2年間でクリプトで大損こいちゃってすぐには返せそうにないんだよね。すごな、何件かけたんでしたっけ。19,000件。かけすぎ、どうやったらそんなできる。マジで2時間で19,000件かけすぎやろ。一ピーです。クソしんどない。どうも一ピー、はい、一ピー。いや、ほんまビクティム A には申し訳ないことしたね。え、ビクティム A、うん、大谷翔平被害者 A やん、うん、あの 連邦の調査書みたいなんでビクティム A って呼ばれてた。そうだんや。いや、ビクティム A には申し訳ないことしたな。大谷もな、危なかったらしいからな。もう散歩してる大谷のとこ見に行くんだけど、ほんまやめて。俺が謝る。ビーチみたいなとこでね。そう、ビーチで散歩。猫ピンと散歩してるとこ。翌日 MVP の発表やっつってのにさ、うん、やめてほんまに大谷のとこ行くのだけは。一品。いやー、嫁どこ行ったやろな、マジで。うん、今行方くらましてんねんから。え、一品の俺の嫁やば。うん、そうなんや。もう命危ないから心配やな。いやー、よかったな、うまくいって。いや、よかったね。給食パーマ、うん、こいつ今給食中。給食せなできへん。給食してパーマ伸び伸びやってるわ、ほんまに。いいやん、伸び伸びできますね。服とかももうさ、裸の大将みたいにさ、うん、ランニングでさ、麦わら帽子とかにしてさ、うん、もったいな。イメチェン、うん、どんどんもう給食。え、パーマ当てたのに。まあそうか、パーマと合わせるんやったら違う、逆か。坊主やったらわかるよ、おにぎりだけ食うよ、ま、坊主やったら。毎日だからクラブ、あ、ちょっともずくちょっと売ってや、ちょっと売るって。別にあげる、もずく1個売ってや、あげるって1個250円までやったら出す。出しすぎやね。35円でな。ないって、そんなもずく、この世に。今1品もずくも食えへんからさ。まあな。一品は、いや、じゃあいいよ、もう後で食べや。あ、オッケー。そう、こぼれるって。何も食う資格ないもんな。うん、気持ちよかったな、スポーツベッド。あれ言った。全部言った。なんせ280億負けて220億取り戻してんねんから。え、そうなん。ほんでマイナス60億やねんから。そうなんや。そう、220億買ってんねや。累計の勝ち負けを合わしたら、280億負けの220億回収で。どんな感覚なんやろ、マジで。すごっ。
どんな感覚かって、うん、本当沼にはまっていくような感覚です。うん、そういうな。誰でも一緒ね、それは、はい。まさかこんなことになるとは。なるだろ。最初は10ドルで始めた賭けが。買ってるとこで終わらんと。な。うん、期待値マイナスのゲームに参加してねえか、ずっと。うん。さすがに、スポーツベッドのその、運営の人もさすがに俺が大谷の口座から金抜いてるとは思ってなくてビビってた。そうやろな、大谷つってるやん、うん、ご主人のことビクテムエ。いやーよかったな、似合ってて。うん、よかった。ニマニマしちゃった。うわ、今日の配信でもさぞ褒められるだろう。ええやんって思って。うん、褒められるやろな。よかったな。悔しい。嘘、悔しい。悔しい。髪型変えたら。変える？何にしたらいい？坊主。坊主一択やろ。するわ。金髪坊主じゃん。え、坊主するわ。うん。なんか反り込みみたいなの入れたら。エグザイル。雷獣っていう。雷獣って文字書いたら。坊主。反り込みで。いいよ。いいと思う。ここにさ、こう雷みたいな。確かにビリビリマーク。うん。坊主にするわ。金髪坊主。オッケー。なんか似合う気する。うん。坊主似合ってたんやから、一時期。うん。中国の体育教師みたいなやつだからな。うん、でも一人ぐらい稼ぎようみたいになると思ったの。普通のニュートラル、うんうん、ニュートラルいらんだろ。いるって。もうだって俺ギャンブルで60億負けてんねんで。ああ、まだ一ピーやった。一ピーは坊主。一ピーやった。一ピーは坊主にした方がええよな。坊主しろ。じゃあまあ一ピーと連動さすわ。だからあーあー、そうか。あ、じゃあ一ピーが坊主にしたら、坊主にしたら、もうお前も同じタイミングで、うん、おもろいな。一平モノマネ芸人として。うん。一緒やもんな、今、形が。お前と RG だけやからな。一平のモノマネしてんの、今。うん、一平のモノマネちょっと頑張っていく。うん。カベスもなんかモノマネできそうやな。モノマネ？うん。これで？全部のイケメンのモノマネできるんちゃう、もう。できるよ。ボンゲやからな。じゃあ、キムタクお願いします。ちょ、待てよ。変顔。うん。かっこええな。説得力なくなった。え、ちょ、もう一パターンの方ももらっていい？なんか。かっこええな。変顔死んだな、こいつの。そんなわけないやろ。変顔死んだ。そんなわけないやろ。髪型変えただけでな。相当良くなった。じゃあ俺が代わりに変顔やってあげるから。やって。うん。じゃあ60億負けた顔な。うん。うん。思ったより落ち着いてるな。あ、頑張ってる時の笑顔。通訳してる時の、うん、笑顔。嘘笑顔。本当は60億負けてる。すごいよな。いや、すごいよ。マジですごいよな。すごいよ。裏で60億負けてるやつが笑えんねや。うん。笑いながら通訳してた時の。めっちゃメンタル強いな。見習おうぜ。うん、ということで、うん、僕も坊主にしたいと思います。うん。お願いします。よしー。